こんにちは、リュウです。今回はちょっとマスク姿で登場なんですけども、今回の動画はですね、僕が実際に弾いてみた動画で、使っている、カラオケ音源の作り方についてお話ししていきたいと思います。この動画を見ると、カラオケ音源の制作の方法や、僕が使用している DAW ソフトの、プロツールズの、大体の使い方がわかると思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。では早速始めていきます。はい、では、早速プロツールズの画面を開いてみました。今回はですね、僕が、好きな BGM の、ポケットモンスタールビーサファイアエメラルドで使用されている、ディオクシスのバトルで、使われている BGM を、これから作っていきたいと思います。まず最初にですね、テンポ決めないといけないので、テンポを探り出します。プロツールズでは、テンポをピッポッポッパっていうあのテンポを出すためにはまずこちらのトラックをクリックして一番下のクリックトラックを作成、これをクリックします。これのクリック1っていうものが表示されたら、クリック1はもう出るようになっております。でもちょっと注意点なんですけども、こちらのトランスポート、こちらの細長いものですね、こちらの、右から3番目、こちらの小窓あるじゃないですか。これがメトロノームと言いまして、これをオフにしてしまうと、再生してもメトロノームはなりません。ですが、これをオンにしてあげると、こういう風になりますので、ここだけご注意ください。はい、では、早速テンポを、探り出しに行ってみましょう。僕はですね、テンポを探し出すときにはクリック音を鳴らして、その一方で BGM を鳴らして、それでうまくタイミングが合ったなと思ったところを、ちょうどいい BPM だと思っております。ということで、今回もそのやり方でやっていきます。はい、では、テンポを探り出せました。こちら、だいたい162ぐらいでしたね。では、早速、カラオケ音源の方を制作したいと思います。まず、楽器ですね。まあ、基本、ベース、ドラムを最初にやっていく方も多いと思いますが、僕はなんか、その曲ごとに、あちこちいろんな楽器を使っていって、徐々に作り上げていくものなんですけども、今回は、最初、パーン、パーン、パーンの鐘の音からちょっと最初作ってみます。では、トラックを作成していきたいと思います。コマンドシフト N キーを、クリックするとこういう新規トラックっていうものが、出てきます。新規、だいたいそうですね、5個ぐらい作っておいて、ステレオでこちらインストルメントトラックですね。で、ここにインストはまあそのままにしておいて作成します。そうするとこちらに5個ほど、トラックができますので、まず鐘の音ですね。鐘の音だから、こちらに一応ベルって打っておきますか。ベル、ベルス、はい。そうするとこちらベルスっていう風に名前が登録されます。楽器を次に作っていくんですけれども、作り方がですね、こちらの5つほど、四角があるんですけども、こちらの一番左をクリックと、まあ左じゃなくても多分いけますね。とりあえず一番左、はい、クリックすると、マルチチャンネルプラグインとか、マルチモノプラグインとか出るんですけれども、こちらを、マルチチャンネルプラグインから、こちらのインストルメントから、エクスパンドをクリック。はい、出ました。こちら、エクスパンドですね。こちら、エクスパンドっていうものは、いろんな楽器が入っております。まあ、このような感じで、これ全部楽器なんですけど、楽器、まあ、音源、こういったパッドとかいろいろ入ってるんですけど、鐘の音ですね。こちらのベルス。はい、ベルス。ベルだよ。はい。で、こちら録音ボタンをクリックしてあげると、こうやって赤く点滅してますよね。ちょっと見えにくくて申し訳ないです。ちょっとこれ iPhone からの撮影なんで。点滅すると、ミディキーボードをタッチすると、なります。でも、点灯させないと、キーボードを押しても、なりません。だからここを点滅して、あげるとよろしいかと思います。で、こっから自分の好きな鐘の音や、BGM に似たような鐘の音をこの中から選び出します。ちょっとやってみます。はい、では、鐘の音が大体決まりました。こちらの6番サムワンズ
アットザっていうベルですね。これを、選んで、完了です。完了します。そうすると、こちらに、そのさっきのベルが登録されました。っていうね、鐘の音が、登録されます。では実際に鐘の音をちょっと、打ち込んでいきましょう。ウィンドウからミディエディターを開くと、こういう、皆さんがよく見てるものが出てきます。これで打ち込んでいきます。打ち込むときは、マウスでも打ち込めますし、こういう風にクリックして。でも僕はちょっと今回はミディキーボードで打ち込みたいので、こちらのトランスポートのこの録音ボタンをオンにした状態で、パソコンのキーボードでスペースを押すとレコーディングできます。じゃあやっていきます。まあ、このタイミングは、何でもいいです。で、これでちょっと、合わせていきます。こういう感じですね。はい。というように、打ち込んでいきます。ベルが終わったら、続いて、ね、ベースの方を打ち込んでいきたいと思います。なので、最初に、あ、すいません。こちらのベース。ベース。はい。登録して、次にまたマルチチャンネルプラグインから、インストゥルメントからエクスパンドですね。で、こちらで使われるベースをまた BGM を聞いて選んでいきたいと思います。はい、では、ベースが決まりました。シンスベースですね。シンスベースの49番というものにしました。これなんですが、ベースはベースでも、こちらにベーシズ、こちら弦楽器の方ですかね。で、こちらのシンスベーシズってやつが、それとシンスの、シンセの、ベースですね。こちらのシンスの方から、今回は選びました。こちら49番グラブ、ベース、完了。では早速、ベースの方を、打ち込んでいきたいと思います。ちょっとメトロノームこれ外しちゃいました。ちょっと焦っちゃうんで。じゃあ、打ち込みますね。こんな感じでいいんですよこんな感じでいいんですよ。もうバラバラでも、これで調節してって、あの綺麗なリズムにすれば全然問題ないです。いつも僕もこんな感じなんで全然気にすることないです。皆さんも、こんなような感じで大丈夫だと思います。じゃあちょっと整理しますね。はい、ではね、調整終わりました。最初のイントロですね。ベルの音、こちらのベルの音、赤いところと、緑のベースの音だけを打ち込んでみました。それではちょっと聞いてみましょう。こういうような感じで、僕はカラオケ音源をいつも作っております。今、ベルと、ベースとか、その二つを加えて、イントロを作って いったんですけれども、ここからですね、ドラムだったり、そうだな、マレットだったりとか、いろいろな音色を加えていって、最終的には、一つのカラオケを作り上げるような感じで、やっていきます。ではちょっとこれから僕は最後までカラオケ音源作っていきます。頑張ります。はい、次の日になりました。やっとカラオケ音源完成できました。最初にカラオケ音源の方を聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
はい、では、動画の前半では、ベルのこの鐘の音とベースの音でしか、メロディーを作ってなかったんですけども、今、ミックスをした後なんですけども、このようにたくさんの楽器がこちらに入っていますね、ずらーっと。このようにしていろんな楽器を組み合わせて、一つのカラオケを作るという感じになっております。僕はいつもこうしてます。で、今こういう風に波形になっているんですけども、この前はこのように点のようになっていたんですけども、これをこのように波形の形にしてあげると、これオーディオ化って確か言ったと思うんですけども、フェードインとかフェードアウトって聞いたことありますかね。ここのくーってちょっと丸みを帯びた斜めの線みたいな、これを追加することができて、このフェードインフェードアウトは、フェードインフェードアウトする前だと、急にデレレレレレデレレレレレってなってしまうんですが、フェードインフェードアウトこの機能を追加すると、徐々にデレレレレデレレレレレっていう風に、徐々に音が、ボリューム、音のボリュームが、上がっていくような、感じになるんですよ。はい、すいません、ちょっと説明下手で。まあ、そういうような、フェードインフェードアウトっていう機能が、効果を、つけることができます。このオーディオ化に、変換すると。はい。なので、基本ミックスするときは、全部のトラックの楽器をオーディオ化する必要はないと思うんですけども、僕は一応全部オーディオ化してます。では、最後に、こちらの赤いトラックですね。このマスター1って書いてある。左斜め下の。で、こちらは、マスターフェーダーと言いまして、こちらは、マキシマイザーという、プラグインを、こちらのインサートボックスに、入れております。インサートしております。で、こちらが、そのマキシマイザーなんですけども、こちらで、いろいろ操作をして、音源の音圧を上げています。こちらで音圧を上げると、結構迫力があるような、BGM に、変わるので、毎回、僕はこちらのマキシマイザーをインサートして、カラオケ音源を、作っております。それで、ちょっと注意点なんですけども、このマキシマイザーをインサートする場合、こちらの左上、この今ベルスってなってるじゃないですか。黄色く、オレンジの。これと、この波形にした、オーディオ化したトラックのここ、青いボックスあるじゃないですか、トラック。だけど、このマキシマイザーをインサートするときは、この赤いボックスですね。これを出さなきゃいけなくて、これの出し方が、コマンドシフト N キーを押していただくと、またこのような新規トラック出てきますので、こちらのマスターフェーダーですね。マスターフェーダーをクリックしてあげると、で、これで一つで作成します。そうすると、このように、マスターフェーダーの赤いトラックができますので、こちらにインサートする感じですね。はい、この辺はちょっとご注意ください。はい、ということでね、今回、僕の、カラオケ音源作りの、制作風景を、動画にしてみました。まあ、このように、僕は普段から作っております。そうですね、100% 僕のやり方が合ってるっていう、正しいっていうわけじゃないと思うので、まあちょっと間違いも多分あると思うんですけども、僕はこういう風に、作っております。そうですね、こちらの動画で、ちょっと今まで、カラオケ音源作るのどうやってやるんだろうとか、打ち込みってどういう風にやるんだろうとか、わからなかった方もいると思いますけども、そうですね、プロツールズとか使ってる人だったら、多分大体の使い方は分かったと思います。参考になれば、とても嬉しいです。ということで、今回はこのような動画を撮らせていただきました。次回は、こちらの動画で制作したこのデオクシスの、カラオケ音源を実際に使って、弾いてみた動画を、投稿するので、そちらの方もぜひ、よろしければ、ご視聴いただければと思います。では、次の動画でお会いしましょう。リュウでした。バイバイ。